その時東卍が潰したのは9代目ブラックドラゴン。メンツが今とは全く違う。それが奴らの売り文句だ。バリバリの武闘派だよ。あ、なんだこの間は。そんなこと言いに来たんじゃねえよ。バジさんの片身なんだ。タケミッチ、ちょっと付き合え。何言ってんだお前。相棒だろ。しかし俺キサキに殺されんのか。お前未来で捕まってるんじゃなかったっけ。マイキーかな。これからもよろしくな。ユズハちゃんを解放したのは三ツ矢くんだ。つかタケミッチ、ちょっと野暮用だってさ。今年のクリスマスも女に縁がねえのかよ。雑魚が。タケミッチ、頼んだぞ。もういいタケミッチ。そうだなタケミッチ。殺すじゃなくてぶっ飛ばすって。未来が変わるぞ。お前それって最低じゃん。ジフヤ、お前の生きる場所は12年後。やめろよタケミッチ。ひなちゃんやあっくん、みんなの生きてる12年後だ。どうか信じてあげてください。マイキー君はぶっ飛ばす。いい加減にしろよタケミッチ。これといった策があるわけでもねえし。で実際どうするよ。ただマイキー君にぶつかってもどうにもなんねえじゃん。それだけ心に抱えた闇が深かったってことじゃない。は？どこに？